埼玉県立不動科高校1年生リーダーの清水愛子です。今日のパフォーマンスは1年生初めての大会ということで、自分たちらしさを表現するために自分たちの学年の色などを出し合って、女性らしさもあり元気もありメリハリもあるというテーマで踊りました。メンバー構成は全員で未経験者も経験者も混ざっての24人です。普段の活動は、アイソレーションとか基礎的なことをはじめとして、学校内での、文化祭や山荘会などを中心として活動しています。不動科高校のダンスでは未経験者も経験者もみんなが楽しく集まってダンスをできるような環境です。皆さんも文武両道ダンスも楽しみたいという方は、ぜひ不動科高校のザ・ビクターへ入ってください。